こちらは第17回倉敷ひいな展1階展示室の様子です。今回は沖永陽子さんの作品をご紹介いたします。大きさは44センチ、お顔や手足は粘土、ボディは布でできています。タイトルは春霞。少女はまるで春の霞のような桜色のぼんやりとした庭の景色を眺めています。ゆったりとした時の流れにあどけない瞳が優しく揺れています。こんなイメージで制作されたのだそうです。貴重な古布を使った着物をはじめ、すべてご自身で仕立てています。帯も人間と同じように結んでいます。色や柄合わせはとても夢が広がる楽しい作業だそうです。お手に取って楽しんでいただけるように、首は球体関節にして、お顔を動かすことができる抱き人形です。和みの創作人形倉敷ひいな展は2007年から毎年2月下旬に岡山県倉敷市の倉敷美観地区内ギャラリー十路にて開催いたしております。作家主催の定期開催の企画展として2023年おかげさまで17回目を迎えることができました。第17回の今回は全国より53名の作家が集い、個性あふれる華やかな創作人形の世界が展開されました。それでは会場の様子をご覧ください。